こんにちは、まどかのハンナリ TV。 本日は11月5日です。いかがお過ごしでしょうか。カミカミですが、今は三条大橋を渡っています。ちょうど京都市役所前駅、地下街ゼストお池さんで平野美希さんのジングルウィークチャリティーライブで、FM845 の公開収録が行われておりました。見てきました。とてもたくさんのギャラリーの皆さんでいつも賑わってます。ゼストさんの地下街で売ってる、なんてお店だったかな、パン屋さんがあるんですけど、そこいつも、公開収録されてるところのすぐ目の前にあるパン屋さんで美味しそうなので、今日はこのフィッシュカツサンドっていうのを買ってみました。後で食べてみたいと思います。だんだん紅葉してまいりまして、ね、秋というか冬のように寒い日もありますが、ちょっとずつこうね、色づいてよかったなと思います。今月は11月は今週末土曜日11月9日に泉屋六地蔵店さんで今年最後のライブをします。12時の回と14時の回、2回あります。で、どちらもフリーライブ、真ん中のなんていうの、センターコートっていうんですか、東館で、ライブがありますので、ぜひぜひですね、お時間ある方は、JR 六地蔵駅と、東西線の六地蔵駅が一番近いですかね。あとは京阪の駅も近いか、まあ、そこから歩いてくることもできますし、もしお仕事の方いらっしゃったら、六地蔵って宇治の地名なんですかね、伏見も近い、伏見の地域でもあると思うんですが、そちらも来てみてください。で、今月はそれぐらいかなと思います。で、ボンジュール京都がそれより手前か、7日に放送されます。まだ収録していないので、よかったらですね、メッセージお待ちしております。結構メッセージが大事だったりするので、はい、6分くらいといえど、ぜひですね、気になった方はメッセージくださるとラジオ局の方が非常に喜びます。お願いします。11月はそうですね、そんな感じでいろいろと、活動もしつつ、まあ、12月17日の火曜日ライブに向けて、着々と準備しようかなと思っています。ちょうど今秋なので、すごくお着物姿の方も増えて、今歩いてるだけでもね、レンタル着物の外国の方とかもすれ違ったりして、いい時期だなと思います。やっぱりお着物着るのは春と秋ぐらいが着やすいと言われてますよね。夏は浴衣があるけど、まあ、ちょっと暑いし、冬は着物ね、なんか慣れると別にそんなに寒くないんですけど、まあやっぱり足首とか手首とか首とかが、スースーするので、まあ、着物がちょっとね、難しいってイメージあるかなと思うので、やっぱりまあこの時期ぐらいが一番着やすいとされています。で、色味もね、なんかこうほっこり黄色っぽいのとかオレンジっぽいのとか、そういう柔らかい色が楽しい時期かなと思います。
お茶会とかもこの時期がやっぱり11月は茶人の正月といって、お抹茶の封切りがあったり儀式があったりするのでお茶会もたくさんあるし、そう昨日の楽酒会も私一服呼ばれましたけども一歩堂さんのお茶、まあ、そういうことも多いのでぜひ何かイベントに出かけられてはいかがでしょうか。お天気さえ良ければね、まあ、こうやって街歩きするのも楽しい時期かなと思います。まあ、あのレンタル着物を見てて思うんですけど、まあ、この時期でも浴衣みたいな着せる方が多いなと思うけども、私としてはなんか逆に外国の人ってやっぱ肌質が、肌の色がやっぱ浴衣のあのパキッとした色に合うんじゃないかなと今日は思いました。日本人だとちょっとねやっぱり浮いてしまう時もあるんですけど、なんかはっきりした色柄が合うから京都の街に合うかというとちょっと微妙ですけど、いろんな意見がありますが、まずはその和服を楽しもうという気持ちが大事な気がします。何事も国際交流というのは相互理解だと思うので、相手の、ね、文化をちょっと知りたいなっていうファーストステップとしては、そんなあの仰々しいあの高いお着物だったり上質なお着物を着てちょっとしんどいなって思うぐらいだったら浴衣着てサンダルとかスニーカーで楽しむのも私はすごくいいんじゃないかと思っている派です。皆さんはどうでしょうか。最初からやっぱりレベルの高いことをその分野で難しい高いレベルを求めるっていうのは何事も難しいと思うの でお着物だけなぜかねなんかそういう風に求められがちですけど、やっぱりね最初はみんな簡単なところから手を出すじゃないですか。私はそれでいいと思うんですけど、はい、だんだん知っていって、あの自分が最初にやったのは本当にあの、いろはのいいだったんだなって後で気づけばいいじゃないですかと思います。お茶のお稽古だって最初は本当にぼん略点前っていう本当に簡単なお点前習ったけど、そんなのわからないから全部お抹茶立てたら全部お茶だと思っていたし、でもねあの何年もやってるうちに本当に一部だけを切り取って、あの本当に短い時間でお抹茶を飲むために開発されたんだなと分かるし、それで別にいいと思うんですよね。何事もあの着物だったらこうしないとってまあ思いますけど、ある程度はあんまりちょっとおかしいとね時期とか TPO に合わないっていうのが、ね、変だなってやっぱ感じてしまいますけど、それをやっぱり海外から来た人に急に押し付けるのは難しいとか、全然浴衣とか振袖か留め袖もわからないみたいな人に最初からねそんなことを押し付けるのも違うなって思うので、私はこの活動をしているのは やっぱりみんながお互いの文化をリスペクトして素晴らしいなって思いながら、生きていくというのが広く言うと平和につながるんじゃないかなと思います。昨今のニュースでも毎日ねひどいニュースがありますが、そういうのを、見聞きするとまあもちろんいろんなね理由があるのは分かりつつ、やっぱり自分の文化を大切にして相手の
文化歴史を大切にしてっていうところから国際交流が生まれるんじゃないかなと思っているんです。なのでね、まずは私のライブに来ていただいて、お着物を着て見ていただいて、あ、来てくださっても全然構わないです。なんかこう日本の文化をもっと知りたいなとか深めたいなと思ってくださったらいいですし、またそれをお家に帰って日々の生活で、取り入れていただければなと思います。昨日の宮井さんの風呂敷の宮井さんで思ったんですが、やっぱり風呂敷一つも使わないことがね、現代人は多いじゃないですか。でも お茶を習っている時にやっぱり包むっていうことがおもてなしなんだなっていうふうに学びました。一手間ですが、ご祝儀、お渡しする時とかね使いますけども、ふくさっていう布で巻いてお金を渡したり金粉を渡したりするのがまあまああるかなと思うんですけど、なんか普段の生活でも1枚包むとか、こうお礼をするときとか何かプレゼントするときとかに何か1枚包むっていうのがすごく日本人らしい、おもてなしだなと思います。ドームシアターの近くに来ました。とても綺麗ですよ。徐々にこう紅葉が始まってますね。まだ緑が多いですが、和菓子の世界でも和菓子にお名前がついてますが、なんかねその紅葉の時期でもだんだん時期によって最初は緑、だんだん黄色、次赤みたいな感じで全部がこう綺麗になったら名前が変わったりとか言葉が変わるんですね。そういう日本語のなんか非常に情緒豊かな表現方法も普段普通に生きてたら使わなくて知らないけどもったいないなと思って、最初は山装うかなとかが使われると思うんですけど、だんだんバーッとこう全部が紅葉になったら山を笑うとか、なんかそういう風に名前もねちょっと時期によって変わったりするのすごくイケてるなと思うんですけど、鳥居が見えてきた。ぜひ皆さん和菓子屋さんとか行って、あれ1個でも別に買えるから和菓子ってちょっとハードル高いかもですけど、そういうネーミングを見てみてください。なるほどこの時期はこういう名前かって思う時があると思います。それであさっきの話でそうなんか紙でもいいし布でもいいし出て一つ包むというのがなんかちょっと嬉しいじゃないですか。こんな生でもらうみたいなそのままでもらうっていうのも合理的だなって思うんですけど、その合理的じゃないところがその日本人の良さだったりするので、平安神宮だ。それもその包み方にもいろんな作法があって、まあ面倒くさいとも言えます正直。でもその意味を知ると、あこれはおめでたいからこう最後下から上に向かって包むっていうのがおめでとうの気持ちなんだなってわかるとか、結局そのマナーとか作法っていうのは
分かってるとさらに意味が込められるとか、相手も分かってるとそのもっと理解できるっていうのがとっても、それはそれで合理的だし、なんかこうよりお互いにハッピーじゃないですか。全部が全部は分からないですが、そういったことを、勉強するのは、勉強というか知っていくのはただ生活する以上に面白いことだなと思いました。はい、ということです。まあすごい実がなっていますよ。では